ていう、なのでまあ我々のチャンネルも、はい、どこかでちゃんとポジショニング戦略をやらないと、はい、やりたいなと思ってます、はいはい、もう遅いですかね。やらないとじゃないですか。やらないとダメですよね。やらないとすっごいふわふわしてますよね。遅いとかはないんでみたいなところで、はい、とまだ M8 招待、はい、基本的には幸せを哲学する、はい、なんかブランディングってなると、はい、エニアグラムといえばってうちの名前が出てこればブランディング成功とかですよね。そうですね、幸せを哲学、幸せについて考えてるって言えばあそこにはまだ全然いけてないです、はいはいはい、なんか累計論チャンネルみたいな感じにはなっちゃってますよね、はいはい、どうやって低迷を出しましょうねっていう課題を念頭にしながら、はいはい、絞るって話じゃないですか。さっきの話で言えば、さっきの話っていうかマーケティングの話ずっと言ってますけど、はい、あそうですね絞る強みを絞れですね、はい、でももうできてはいるなとは思ってるんですね。あ、はい、これしかできないというか、はい、でターゲットを絞るです。あ、ここ今見てくださってる人ってどんなターゲットなんですかね。これをギュッて一つのペルソナにすると、はい、でまあ、どこを狙っていくか、まずここを見てくれてる人でもばらつきはあるわけじゃないですか。あ、そっか、はい、共通するものがあるの、面白いとか楽しいとか、あの、はい、ちょっと話が脱線してしまってすごい申し訳ないんですけど、ママがお化けになっちゃったっていう絵本があって、はい、この作者がですね、のぶみさんっていう男性なんですけど、はい、この人があの山田礼二さんのヤングサンデーに出て対談してたんですね、はい、こののぶみさんの絵本が跳ねたきっかけっていうのが、はい、そのまあ、1回目はそのラッキーパンチ的にバンって売れたんですって、はい、でその売れた後で全然順風満帆にいけると思ったと、はい、あのお母さんと一緒っていう教育テレビの NHK で取り上げられて、はい、使われて、はい、一番初めに売れて、そこから絵本も売れ続けると思ったら、はい、そこからもうずっと低迷が続いたと、はい、で全然その自分が思うのを書いても全く売れなくて、はい、である時この息子が新幹線を持って遊んでて、これ書いてよって言ったと、はい、じゃあ俺はこの息子を喜ばせるために、はい、この息子が好きな新幹線を出して、はい、絵本を作ったと、はい、それが大ヒットしたんです、はい、いやこの人は息子をターゲットにして、はい、息子が喜ぶものをやる、はい、っていうペルソナを決めて、はい、そこに一点を突き刺したら、はい、めちゃめちゃ売れたと、はい、これ多分、まあ、これを言ってますよね。そういう話ですよね、はいはい、どこですかね。で、はい、うちの視聴者とか見ると結構ばらつきがあるわけじゃないですか。まあ多いのは25から35のっていうのが出てますけどね、はいはい、だからその何を求めてるかって話ですよ。ベネフィット、ベネフィットです、はい、どんな利益があってこのチャンネルを見てくださってるかですね、はいはい、っていうところを絞っていくみたいな話ですよね。でブランディングってなるともうそこの人たちを集める、そこに刺すみたいな。であとはこれが刺さってるかどうかも分かんないですもんね。はい、ブランディングで言えばここが刺さってるかどうかはまあ関係ないんですよ。あ、刺しに行くって話ですね。刺しに行くここが自分たちが刺せる部分だからそこを刺しに行くみたいな話じゃないですか。はい、すいません、ちょっと脇汗が、はい、うん、どこかでやりましょうかねこれね。はい、ポジショニング、はい、M8 のポジショニング、はいはい、これはなんか見てくださってる人にも役立つように、多分まあ、はい、あの見てくださってるさくらさんみたいに、はい、自分でやってるっていう人もいますしね、ブランディング商売を、あ、商売を、はいはい、でそういう時に、あ、なんかこうやってやっていけばいいのねみたいなのが、はい、作れればいいかなって思ってます、はいはい、あ、INTJ の動画から来てそこからハマってくださったと。はい、INTJ に何が刺さったんですかね、まあ、INTJ みたいな偏屈な人たちにまあ多いじゃないですか INTJ っていう人、はい、ご自覚、はい、はい、でそこですよね、何が面白いと感じたのか、このやり取りが面白いと感じてる。なるほど、それを一言で命名すると何ですかね。それを一言で命名するとは、はい、シンクスモールみたいな、はい、シンクディファレントみたいな、まあ、そこはもういいですよ、考えなくて。
そこはまああの本質じゃないんで。でもなんか分かりやすはい、あ難しい、ごめんなさい。一つのいろいろある中の一つの要素なんで、はい、そこがない会社もいっぱいあるわけじゃないですか。でも一応その例えばトヨタとかだと、はい、ファントゥードライブがメッセージであるんですよ、はい、うちはファントゥードライブだよと、はい、でホンダはパワーオブドリーム、はい、ああホンダっぽいじゃないですか、はい、トヨタっぽいじゃないですか、はい、インスパイアザネクスト日立みたいなね、はい、M8 はで、まあ、幸せを哲学するですよね。あ、そうなんですけどね。あ、それでいいのかな、はいはい、それで皆さんが納得してくださってるかどうかのアンケートが取れるようになりたいです。だからこっちの思いじゃないですか、そこって。うん、はい、はい、そんなに変わんないですよね。あ、じゃあできてると思ってればいいか。できてるな、これは。やってるなら、はい、やってると思ってます。はい、はい、そこをやるって話だと思うんですよね。ブランディング、マーケティングとかって。はいはい、現在進行形ですよ。うん、だとまあ、はい、そうですね、幸せに正解がないんだとしたら、はい、やってますね。はい、はい、そこに向かって進んでいくチャンネルだみたいなところじゃないですか。あ、じゃあちゃんと言ってった方がいいですね。はい、と思います。幸せを哲学する M8 招待です。はい。MBTI から、アケゴリさん、ありがとうございます。はい、大体みんな入り口は MBTI からなのではと。多分そんな気はしますよね。そうですね、確かに。ただ MBTI のチャンネルじゃないですもんね。そこではね、負けました、はい、負けたかどうかっていうよりは。あ、僕は負けたと思ってます。あ、その負けたかどうかは結果の話であって、はい、あ、そうですね、はい、はい、そうですね。それをやるチャンネルではないというか、はい、MBTI の上限が見えてるというか。あ、それは常々隊長が、はい、僕に発信してました。はい、はい、ペジさんのような感じで、そうですね、なぜか NT の方が多いなとは。はい、違うよって言いたくなるんですよ、多分。あ、それはもうどんどんあのバカだを言わなければ僕は全然受け入れますよ。はい、はい、NT っぽい視聴者が多いからなんとなく集まってくださると。あ、 NT の人がね、確かに。はい、ヤンバルさん、ごきげんよう。 INTJ は自己理解をするのが好きなので、 INTJ を調べあさってたどり着くのかもしれないと。あ、まあ確かに、はい、上位には出ないです。はい、はい、まあ、関連に出たりするんじゃないですか。そうですね、ちょっとまた年末あの、はい、ゆっこさんに来てもらえればと思ってる旅基本願ですけど。そこはブレますよ、だから。いや、でもあのブランディングですよ。拡散拡散。はい、ゆっこさん来てもらっても増えないですって。まあ呼びたいなら呼んでもいいですけど。呼びたいだけね。可愛い子が好きっていうのはあるんですけど。はい、はい、オッケー。ちょっとその辺はでも確かに戦略にはなってない。あ、って話です。あ、はい、そうか、ゆっこさんを支持する層と、はい、我々を支持する層が被ってないってとこですね。はい、被ってないし、はい、まあ、うちに呼ぶわけですよね。そっか、うん、そういうことですね。はい、でも MBTI からゆっこさんに興味があるんだとしたら、はい、多分もう我々のことを知ってて、はい、できてないってことですよね。はい、はい、うん、はい、そうだ、オッケー。で、はい、ゆっこさんを呼んでやるとかだと、はい、多分ゆっこさんとすごく仲良くする必要があると思うんですよ。もう頻繁にコラボしてるとか、はい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 、はい、頻繁に向こうのチャンネルに出てるとか。向こうのチャンネル出るのは僕怖いですよ。だからそういうのが必要って話ですよ。はいはいはい、まあ、そこをなんか戦略にするのであれば。なるほどね。はい、